ヘルツリーヤは、イスラエルの中央沿岸地方、テルアビブ地区に位置する都市。26平方キロメートルの土地に、8万7千人が、暮らす。近代シオニズムを確立したテオドーロ・ヘルツルにちなみ、名付けられた。ヘルツリーヤとも表記される。ベングリオンが1924年に、純共同農業共同体として設立された。1948年のイスラエル建国後、 多くの入職者がやってきて、1960年には人口が2万5000人を超え、市に昇格した。イスラエル中央統計局の調べによると、ヘルツリーヤには富裕層が多く住む。2003年から2005年の市民の平均月給は8211シンシェケルで、国内の大都市の平均より1500シンシェケルほど高い。しかし、 市内の7地区の間で格差が激しい。セロン地域の他の都市より高齢化が進んでいて、14歳以下の割合が全国平均の27.5%に対し18%しかない。ヘルツリーアンサンブルコンサートホール2008年の生活の質調査で、ヘルツリーアは国内の15の大都市の中で2番目についた。教育分野への支出は他のどの都市よりも多く、 ほとんどの生徒がバグルートを取得する。ヘルツリーア学術センターという私立大学があり、行政学、経営学、法学、コンピューター工学などの学士課程が設けられている。マリーナ国内最大手のテレビ局、映画スタジオのヘルツリーアスタジオは、ヘルツリーアに本社を置く。市内のマリーナは1970年代に整備された。小さな空港が一箇所。 ショッピングモールが3カ所、他にも映画館、博物館、文化センター、競技場がある。2008年にはシネマテイクがダウンタウンにオープンした。2008年に国内の15都市を対象に行われた調査で、ヘルツリーヤーは財政運営の分野で2位の高評価を受けた。視聴者、D がレイウミートで共にプレーするマッカビヘルツリーヤーと、 ハポエル・ヘルツリーヤの2つのサッカークラブがあり、7100人収容のヘルツリーヤ市営競技場をホームグラウンドとして共用している。また、バスケットボールクラブのブネーハシャロンは、ヘルツリーヤとラーナナのクラブが合併して誕生したため、両都市をホームとしている。また、ラグビーユニオンも盛んである。ネベ・アミリム地区の高層住宅市内の浜辺開拓者の家の一つは、 現在、歴史博物館として公開されている。美術館は、ヤドラバニム記念複合施設内にある。北部には、シードナーリモースクや、古代としてるアルサフがある。この古代都市には2500年前から人が住んでいた。豪を巡らせた鳥でもある。ヘルツリーアでは2000年から、年次、国内外のイスラエル有力者たちが会議を開いている。具体的には、閣僚、 国会議員、軍将校、財界人、学者、メディアの代表、世界ユダヤ機構の代表、外国の要人、外交官などが出席する。地区の円形西部にあるヘルズリーやピーター地区は国内屈指の地下と素晴らしい浜辺で知られ、ハイテク企業に人気が高い。マリーナや多くのレストラン、エンタメスポットがあり、国内の夜の娯楽の中核を成している。また、 大使などの外交官の邸宅も集中している。ありがとうございます。